フォート・マクヘンリー、フォート・マクヘンリー、A、フォート・マクヘンリーは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルティモアにある、星型要塞である。その果たした役割の中でも特によく知られているのは、米戦争中の1814年9月13日、チェサピーク湾に侵入したイギリス海軍の艦隊が、ボルティモア湖を攻撃してきた時に、防衛に成功したことである。フランシス・スコット・キーが死。 星のきらめく旗を作ったのがこの砦に対する官報射撃の時のことであり、イギリスの歌、天国のアナクレオニーのメロディを蹴られて、アメリカ合衆国の国家になった。ホート・マクヘンリーは、スコットランドイコール、アイルランド移民で軍医、かつジョージ・ワシントン大統領の下で、陸軍長官を務めたジェームズ・マクヘンリーにちなんで、名付けられた。アメリカ合衆国の独立確定後に、 将来の敵の攻撃から重要な港であるボルティモアを守るために作られた。ボルティモア港入り口に突き出たローカストポイント半島に位置し、五両製の外径の周りに深く広い空堀という構造だった。堀は陸上から砦を攻撃された時にマスケット銃兵が遠兵物として使えるようになっていた。包囲戦の場合にこの第一防衛戦が突破された時、 星型の両方の防御が固められており、侵入軍は大砲とマスケット銃の挟み撃ちに遭うということになっていた。この砦が受けた唯一の攻撃が、米英戦争の時のボルティモアの戦いで艦隊によるものであった。1814年9月13日の夜明け時に始まったイギリス艦船による艦砲射撃は激しい雨の中を25時間続いた。 アメリカ守備軍の大砲は18、24、および38ポンド砲であり、射程は1.5マイルであった。イギリス艦隊の射程は2マイルであり、コングリーブロケット弾は1.75マイルだったが、あまり正確ではなかった。イギリスの艦船は海中に張られた鎖、沈船および砦の大砲によって、砦の横を通り過ぎることができず、港の中に入れなかった。しかし、 イギリス艦船は取り出に近づいて、ロケット弾や迫撃砲弾を撃ち込むことができた。イギリスの武器の精度の悪さと、アメリカ軍の大砲の射程制限によって、どちらの側も損害は、ほとんどなかったが、イギリス軍は9月14日まで攻撃を止めなかった。イギリス海軍によるボルティモア侵攻は食い止められた。アメリカ軍の損失は、戦死4名負傷24名となり、中には、 アフリカ系アメリカ人1名と女性1名が含まれていた。この女性は兵士に物資を運んでいる途中で砲弾に当たり体をまぶたつにされた。飛んできた砲弾の中で一発だけ砦の火薬庫に当たった。守備兵にとって幸運にもヒューズが雨で濡れていたか不発弾であったかで被害はなかった。ワシントンの弁護士。 フランシス・スコット・キーは市民で捕虜になっていたビーンズ博士の釈放交渉のためにボルティモアに来ていたが近くの戦闘には参加していない船から艦砲射撃の様子目撃した。砦のアメリカ合衆国の国旗はイギリス軍の攻撃を予測して574.44ドルをかけメアリー・ピッカースぎるが塗った特大サイズのものであった。9月14日の朝、キーが無傷で 昼前る,るその旗を見た時に大変身を動かされ、まさにその朝、フォート・マク・ヘンリーの守りという詩を作った。この詩が、星のきらめく旗と名前を変えられ、アメリカ合衆国の国家に採用された。フォート・マク・ヘンリーは1848年頃まで、ボルティモア港の主要な防衛拠点として機能したが、その後は、パタプスコ川を下ったところに作られた、キャロルトリデにその役割を渡した。 南北戦争の間は軍事刑務所として使われ、南軍兵士の捕虜を収容するとともに、南軍に同情的と疑われたメリーランド州の政治家も多く収監された。皮肉なことに、フランシス・スコット・キーの孫もそのように囚われた政治家の一人だった。さらに偶然の一致家、ジェームズ・マクヘンリーの息子は、ボルティモアの戦いの時に、砦の守備隊に入れていた。 第一次世界大戦の時、砦の周りの土地に多くの建物が建てられ、ヨーロッパの戦場から送り返されてくる負傷兵のための巨大な病院施設に変えられた。これらの建物はその後取り払われたが、砦そのものは保存され、米英戦争当時の姿に補修された。第二次世界大戦の時は、アメリカ沿岸警備隊の基地として使われ、ボルティモア港を守った。 鳥出は1925年に国定公園に指定された。1939年8月11日、改めてアメリカが衆国のナショナルモニュメントと歴史的聖地に指定されたが、このように二重に指定されたのが州国では初めてのとであった。1966年10月15日には国家歴史登録財にも登録された。新しい旗が作られたはまず、 フォートマクヘンリーに形容されるのが伝統となった。国旗の星の数が49個になった時、また50個になった時、まずこの砦でひるがえり、砦の施設内に保存されている。砦は、ボルティモアキング市民の余暇の中心となり、また、観光客の主要な目的地ともなっている。毎年何千もの訪問者が、アメリカ国旗誕生の地を訪れている。 毎年9月ボルティモア市は、ボルティモアの戦いの栄誉を称え、守りの日を祝っている。砦出で催される一年で一番のお祭りであり、週末には様々な催しと花火大会が開催される。2005年、生きている歴史ボランティアグループ、フォートマク・ヘンリー栄兵イイが国定公演局に奉仕したベストボランティアグループとして、ジョージ・ B ・ハルツォーク賞を受賞した。 グループのメンバーで、元ボルティモア市長、ゲンベリーランド州知事のマーチン・オマリーは、2003年に、グループの名誉大佐となった、フォートマク・ヘンリーに翻った旗、星のきらめく旗は現在スミソニアン、国立アメリカ歴史博物館で修復中である。かなり脆い状態となっているが近いうちに補修が終わる、ものと考えられる。修復の様子は公開されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。